皆さんこんにちは、あじまです。今回はですね、レンズの話です。じゃん、ニッコール Z14-24mmF2.8S ラインの第3元の超広角を担当するレンズの話です。約1年前ですね、2020年10月末に発売されたこのレンズなんですけども、大人気のレンズになります。と言いますか、超広角で、その F 値の小さい高画質なレンズってなると、もう必然的にこれにたどり着くっていうところですね。なので今回このレンズが届いたので、開封を含めて特徴をサクッと語っていこうかなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。いつもですね、動画ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報、ニュースをですね、毎週更新しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、第三元レンズとか超広角レンズに対して思うところがございましたら、ぜひコメント欄でいろいろ教えてください。で、このレンズ、早速ね、開封しながら話していこうかなと思うんですけども、画質重視で、サイズ感はちょっとね、妥協せなあかんなっていうところがあって、超広角なのに Z レンズの魅力としてですね、小型化をしてくれてるんですよ。なので軽量描写力の両立を実現した優等生になります。その一眼レフのね、 F マウントレンズの時代からですね、 14-24F2.8 のね、第三元レンズっていうものはあるんですが、左下に載せているように、重さもサイズもかなりちっちゃくなってます。 F マウント時代の時は 970g あったんですが、今回のレンズは 650g です。サイズもね、ちょっと一回りちっちゃくなっている印象ですね。なのでマニュアルが入ってます。レンズのね、バッグ、袋が入ってます。で、こういった状態で開けてみると、こういった状態ですね。で、蓋の部分を取ると、こういったね、箱が入ってます。これ後で中身開けていきますね。で、こういった状態で入っていて、取るとよ、こういった形で入ってます。これが 14-24mm の F2.8 ですね。軽いし、14-24 でしょう。3-2-1、ほい、ちっちゃいね、でかい、いいやんっていう、ファーストインプレッション、いいやんですね。14-24mmF2.8S ラインです。なんか、軽い、ちっちゃい、超広角っていう感覚があまりしないです。でも、ちゃんと 14-24mmF2.8S ラインと、なっています。それぐらいですね、すごく違和感といいますか、軽いですね。やっぱり 650g となると、何でしょう、普通にその 1.8 シリーズとかよりも気持ちちょっとグッとくるぐらいで、その F マウントレンズの1キロ弱のレンズに比べると、まず軽さに今驚きました。で、サイズ感もですね、かなり小さくなっているので、その点がすごく今どっちかというと驚きの方が大きかったですね。で、これですね、開けていきますと、ちょっとね、前のスペースを片付けつつ、ちょっと横に移動してもらって、これですね、こういった形で、そのレンズのね、フード周りが入ってます。3つ入ってますね。ちょっと何が何やらかがわからないので、まず出しておきますというところで、前玉に、このレンズですね、採用されている両面が非球面レンズっていうものを使ってますと。で、Z マウントのショートフランジバック 16mm っていうものを活かした新しい光学設計をしているので、こんなね、片手で持てちゃいますね、小型化を実現してくれていると。なので超広角を利用する場面として、やっぱり絶景を撮りに行くとか、ちょっとね、過酷な環境っていうところに、この機動力と軽さ、重さ一緒か、軽さと大きさというところと描写力はもう抜群なので、両立が必要となってくるという時に、このレンズはすごく頼りになる相棒ですね。で、 F レンズですね、 F マウント時代のレンズ 14-24mm970g に比べて 650g とかなり軽くなっていると。で、かつ S ラインなので、描写力のね、向上も実現した広角ズームの現時点でのニコンが提供する頂点だなというところです。で、ここですよね。面白い。早う開けろよって思ってる方多いと思うんですけど、
脱デメキンレンズというところで、私が今回のこのレンズで特別に注目しているのはここですね。開けてもらえるとデメキンではなくなってるんですね。まあ多少は出っ張ってるはいるんですけど、まあ十分その前ほどデメキンっていう感じではないです。あの取り扱いに慎重になる程度ぐらいですね。なのでこの、ニッコール AFS のですね1424の F2.8G の ED レンズの前玉に採用されていた、前にねドンってあの張り出すデメキンレンズって私たち呼んでるんですけど、それを廃止しましたと。で大口径の両面非球面レンズがここに一番前にね入ってるというところに採用して、で一番後ろですね、最後の面の非球面レンズを、まあ、センサーのね直前に配置することで大幅な小型軽量化を実現しているというところで、レンズ設計を見直したって言った方がいいんですかね。ここの部分ですね、最後の後ろの面の非球面レンズっていうものをセンサーを直前まで持ってきているっていうのが特徴としてあります。で ED レンズが4枚入っていることと、前玉の両面非球面レンズを含んだ合計非球面レンズ3枚の4面ですね、両面が1個あるのでっていうものを採用していると。でズーム全域で開放 F2.8 の、まあ、透視ですよね、一定 F2.8 を実現していて、まあ、露出がね安定しているっていうところがやっぱありがたいですよね。情報表示パネルがあって、ファンクションボタンがあると。で S ラインの称号が載っていて、いいですね、トルク感もかなりいいです。リングはね3つありますね。すごく何でしょう、いい印象です。あのいい意味でちっちゃいし軽いっていうところがありますね。これでほんまに1424なのかっていうのは若干あの戸惑うぐらいのサイズ感になってます。で焦点距離とか撮影距離を問わずですね、まあ、絞り開放から画像周辺部まで、まあ、Z レンズらしいですね圧倒的な描写力を見せることと、14ですね 14mmF2.8 の超広角を生かした風景写真とか、まあ、狭い室内ですね、まあ、光量の少ない場面でも小さい ISO 感度でノイズが少なく高画質で撮影が可能になるっていうのがやっぱり一つのね強みかなっていうところがあります。で逆光耐性と、フィルターの改善っていったところで、 Z マウントの S ラインでも当たり前になりつつあるんですけども、ナノクリスタルコートですよね。ナノクリスタルコートと直射光の対策となるアルネオコートの豪華仕様です。今これで Z7II と 24mm、24mmF2.8 の第三元レンズがくっついた状態です。ちっちゃい、やっぱりミラーレスそのものも一眼レフの時に比べて、こういった一眼レフに比べて、でレンズそのものも F マウント時代のレンズの1424に比べて軽くなってるし、ちっちゃくなってるし、全然問題なく、多分ピークデザイナーがつけてこの辺につけても全く違和感なく普通に使えるサイズ感やと思いますね。すごく好印象でございます。いかがです、ちょっとこのレンズのね美しさに酔いしれてもろて。で私はねこのレンズフィルターのところちょっと気にはなるんですけども、まあそのコーティングのね話のところを続けていくと、まあナノクリスタルコート、アルネオコートが入ってますっていうところと、可視光全域で、まあ、安定した超低反射率っていうものを実現してくれていると。なので入射光にまあ起因するですね、まあ、ゴーストとかフレアっていうものを低減してくれている。なので結構ねその太陽がガーンって入ってくる環境であるとかでも、まあ、遠慮なく使ってもらえるっていうのが特徴かなと。で超広角はまあ太陽なんかの強い光源っていうものは正直入りやすいです。というかもう撮ってたら自分の影入ってるぐらいのね感覚なので、まあ逆光耐性は持っとってもらえると自分がねちょっとこう離れてあの影入らんように撮るっていうのもありかなっていうふうには思います。またですねシートタイプのフィルターがこのマウント部分側にも装着可能なので ND フィルターなんかも気軽に使える仕様になってます。でここのねマウント部分ってそんなにあのホコリとかが入る環境でバッて出したらちょっと怖いところがあるんで、また別撮りでね横に乗せておこうかと、あこの隙間にねあのフィルター入れるんやっていうふうに思ってもらえたらなと思います。で112mm のねじ込み式フィルターの話いきましょうか。 F レンズ時代を含めて超広角っていうものは光をこう横から入ってくるやつも
入ってきてストーンって思いっきり屈折させる必要があるんですよ。なのでデメキンが多かったんです。やっぱりそれは純正社外製含めて、結果レンズフィルターがつけれないものが多かったです。こっちは HB の96ですね。 HB の96はもうシンプルに、まあね、レンズフィルターになりますので、こういった形でねつけてもらうと、まあ、これはよくある感じですよね。まあ、広角レンズのレンズフィルターだと。でこの HB96 っていうのは、まあ、シンプルにね普通のフィルターかなと思うので、今回の目玉は HB97 の方だと思います。なので先ほどね3つ入ってたんですけど、こっちですね、 HB97 これです。ちょっとでかいやつ、これが私今回うわすっごいな頑張ったねニゴンさんっていうところがあります。 HB97 ですね。ちょっとでかいんですよ。でただでかいだけのレンズフィルターじゃなくて、実は実はこのレンズフィルターなんとですね、あれよいしょ、こっちですね、これレンズフィルターつけれるんですよ。なので多少のデメキンレンズではあるんですけども、レンズフィルターがつけれる、まあ、ねじ込み式の部分が開いて作られているので、ここに HB97 の側面にレンズフィルターをつけることによって、結果的にちょっとねデメキンレンズではあるんです。確かにちょっとしたデメキンレンズではあるんですけど、その一歩上というかちょっと距離離れたところにフィルターをつければ、あの F マウント時代のデメキンレンズの時にはできなかった直付けがねできますよっていうのが、この Z マウントレンズの一つの改善点。これはもうレンズのね、あのラインナップというかレイアウトを大きく改善したことによって実現できたというところで、112ミリのフィルターですね、遠変光フィルターというものがあります。変光フィルターじゃなくてね、オートフォーカス式なので遠変光フィルターというものをこちらにあります。でこれもまたでかいんですよ。112ミリあるんですよね。もう11センチでしょ、言ったら結構でかいですよね。でこれを開けていくと、こういう風にね、バッグが入ってますね。で開けてみるとこれですね、ニコン112ミリです。112ミリっていうと今のところそうですね、300ミリの超望遠かな、 F マウントのズームレンズの300ミリとこのレンズぐらいしかないんちゃうかなっていう風には思いますね。こういった形で入っていて、開けるとこういったところで、ここからちょっとね緊張の瞬間ではあるんですが、これを開けると大きい、こういう形で入ってます。なるほど。でこっちの部分を回すということですね。なるほどなるほど、こういうことですね。はい、これでまあその円変更のね、どの程度まあ強弱をつけるのかっていうところがあります。ちょっとつけてみます。はい、今ですね HB97 のレンズフードですね、バイオネットフード側にレンズフィルター 112mm の円変更型のフィルターをつけております。なんか急に威圧感出てきましたね。はじめ冒頭レンズちっちゃい軽いとか言ってたのに、まあ重さはねそんなに変わらないんですけど、その威圧感はすごい出てきました。もう何でしょうね、このなんかもうどら焼きよりでかい感じがしますね。このサイズ感かなりでかいです。まあでもその代わりね、軽さと小ささを実現してくれてるんであれば、ここのね直径の大きさっていうのはまあ妥協できるところかなというふうには思います。で超広角のフィルターって、ここの厚さね、フィルターそのものの厚さっていうものがあると四隅が蹴られちゃうんですよ。あ、これいいですね。バイオネットフードの97ってここがねうまいこと切られてるので、このつけた状態で円変更をねちょっとこう調整できるっていう、この細かい心遣い、さすがニコンっていうところですね。でこのね厚さのところが分厚いと四隅が蹴られちゃって、せっかくの超広角もねちょっと気分冷めちゃったりするんで、まあ、可能であれば純正のようなもので薄い円変更フィルターを使ってもらうことによって、まあ、四隅までね、マックスの美しさを、まあ、見ることができるんじゃないのかなと。ただ、フィルターを意識するとやっぱりちょっとでかくなるかなと。で、コンパクトにしたい場合は、先ほどのバイオネットフードの96の方ですね。HB96 の方をつけてもらうと。ただ、レンズフィルターとかはちょっと外側にガボって上からかぶせるね、よくある、その今までのF マウント時代のレンズのかぶせ方みたいなものをちょっと意識してもらわないといけないかなと。個人的にはもうこれ一つでいきたいので、もうこっちのね HB97 の方が好みです。
実は3つありましたよね。さっき箱から出すときにフィルターというかレンズフードが。3つ目はこれなんですよ。でこれ何っていうと、カバーなんですよね。これです。 LCK104 というカバーになります。これが実は3つ目で、先ほどの96、97でこのカバーです。で、このカバーなんかめっちゃでかいでしょ。もうフリスビーできんちゃうかっていうぐらいのね、サイズ感なんですけど、やったら飽きませんよ、フリスビーなんて。やったらダメなんですけど、こういうことなんですよ。なるほどでしょ。あ、かぶせ型なのねっていう。はい。これで、まあ、レンズを保護してもらうという形になります。まあ、それはね、レンズそのものも30万しますし、で、このね、レンズフィルターも5万とか8万とかめっちゃ高いんですよ。レンズ1本買えちゃうやんっていうぐらいの値段のレンズフィルターです。112ミリにもなると。なので、ちゃんとこういったもので保護してもらえると。なかなかの威圧感ですね。もうなんか、なんていう、体育の時に先生が、おいみんな集まれっていう時の、あれに似てますね。拡声器に似てますね。もうそれぐらいの感覚に近くなってきました。で、大きいやつを開けてもらえると、でかい黒いどら焼きみたいなフィルターが出てきます。で、これね、蓋してもらって、でもこの構成で1424の F2.8 の大3元、超広角が使えるっていうんであれば、かなりの小型軽量化をしてくれたかなっていう印象があります。でね、Z7II のような、まあ、高画素機との相性もすごくいいかなというところがございますね。ちょっとバランスがあれですけども。で、レンズ情報パネルと、ファンクションボタンのところで話していくと、まあ、こういったね、超広角を使うときって結構ね、暗い環境で景色をね、撮ったりする場合も多いと思います。なので、ここにね、情報表示パネルがあります。これで切り替える形ですね。こういった形でね、情報表示パネルがあって、ここをね、押していくと、切り替えると。DISP のボタンですね。押してもらえると切り替わります。なので、まあ、F 値であったりとか、焦点距離なんかも、変えることができますね。なので、14ミリであったりとか、ここをね、変えていくと、数値が、まあ、変わっていく。なので、カメラそのものの毎回ファインダーを覗かなくても、ここのね、情報表示パネルを見れば、大体の、まあ、撮っている状況っていうものがわかると。で、ファンクションボタンもね、ここにちゃんとついているので、かなりね、操作性が、まあ、上がると。なので、ボディ本体側にもファンクションボタンはあるんですけども、レンズ側にもね、一つ増えているので、ここにももう一つ割り当てることができます。なので、この情報表示パネルを使うことによって、絞りの値とか、まあ、F2.8 ですよとか、今ですね、F2.8 ですよとか、ここがね、ちょっと若干私、F1.2 の 50mm の時、誤作動というか、当たっちゃう時があったんですけど、この1424は結構距離が離れてるんで、まあ大丈夫そうです。特別手が当たらなそうです。ここでね、まあ、絞りの値を変えたりとか、撮影距離ですね、を表示したりとか、あとは被写界振動などの情報を切り替えて、まあその、把握できるっていうものがあるので、ファインダーを毎回覗かなくていいっていうのは強みの一つよかなと。で、このね、L、ファンクションのボタンなんですけども、まあ、これも上位モデルにはまあ定番のものにはなります。それが搭載されているというところで、防塵防滴のまあ性能、まあ、完璧な防塵防滴ではないんですけど、ホコリとかね、水滴の侵入を防ぐと、まあ、外で使うことも結構多い超広角レンズなので、シーリングを、まあ、レンズの可動部分なんかの随所にね、入れてくれていると。で、レンズのマウント部分にはゴムリングを、まあ、採用していて、野外撮影なんかでも安心して利用できるというところが、まあ、特徴としてありますと。で、仕様としては、焦点距離は14ミリから24ミリ。レンズ構成は11群16枚。画角は FX フォーマットですね。なので今私が使っている Z7II であれば、114度。すごいですよね。114度ですよ。もう90度よりも開くっていう。114度が画角に入れれて、24ミリにした時に84度になると。それでもすごいですよね。84ミリ度っていうのは。で、DX フォーマットなので、Z50 とか ZFC なんかで使った時は、14ミリで90度という形ですね。で、焦点距離の目安としては、14、15、16、18、20、24ですね。ここの話です。ここのね、メモリがついてますよっていうところですね。
で最短撮影距離は、ズーム全域で撮像面ですね、センサーのところから、まあ、大体28センチぐらいになります。で絞りバネは9枚、最大絞りは 2.8、 最小絞りは F22 までいけます。まあさすがにね、その風景なので22まで、まあ、絞る場合もあったりはするんですけども、可能であればね、もうちょっと小さい値の方が、まあ、よろしいんじゃないのかなとは思います。解説現象なんかもね起きてしまうので。でアタッチメントのサイズはフィルターサイズが 112mm ですね。先ほどから私がでかい黒いドラ焼きって言ってるやつですね。でバイオネットフード HB97 のみ、この 112mm のフィルターが今の私のこの構成ですね、くっつけることができますよと。でフィルター枠はですね、まあ、レンズの後ろ部分にもあったりするので、ここに ND フィルターなんかを入れてもらうっていうのが可能ですよと。で寸法としては 88.5×12.5センチですね、約 124.5 なので、だいたい 12.5 センチと、まあ、9センチぐらいやと思ってくださいって考えると、やっぱり小さいですよね。で重さは 650g になりますので、ちょっと気持ち重めの S ラインのレンズかなっていうぐらいです。7ニッパーとかに比べると断然軽いと思います。で付属品はレンズキャップの、LC の Z1424 のスプリング式と、かぶせ式のレンズキャップですね、こっちのでかい方です、104の方ですね、これがついてると。でバイオネットフードの96と97がついてますよと。で価格は35万2000円という形ですね、なかなかのお値段で、ここにレンズフィルターが数万円してくるので、まあ、その今家電量販店で見に行ってもやっぱりなんぼ頑張っても35万を切ることはちょっと難しいんちゃうかなっていうところはあります。レンズそのものが35万ぐらいで、フィルターが数万円してくるとなると、まあそこそこの値段はいるんじゃないのかなというところです。でこのカメラ本体側もおそらく DX で使うよりかはフルサイズで使ってくれた方が、まあその焦点距離 14mm っていうのもね、最大限に活かせるので、全体構成で考えると40、50、60ぐらいはいるのかなっていう感覚ですね。お金として60万ぐらいあれば満足する、まあ、構成組み合わせができるんじゃないのかなという印象です。でこのレンズどういった方に向いてるかなんですけど、まあ、極端にもう振り切ってるんです。 14mm スタートっていう、まあ、超広角で撮りたいと。逆にこのレンズ使って 24mm ばっかり撮るっていうんであれば、別の選択肢があったりするんですよね。 20mm、24mm とかの S ラインの 1.8 とかもあったりするので、まあその別の選択肢もあるんですが、このレンズを選ぶっていう場合、私はとにかく 14mmF2.8 で撮りたいと。14mm の 1.8 シリーズなんかがあれば、そっちをまあ選ぶっていう選択肢はあるんですけど、まあ、せっかくなんであれば 14mm っていうものをとにかく純正レンズで選びたいっていう場合だと思います。かつ Z マウントでねっていうところですね。まあ、F マウントの場合は社外性がコロコロ出てたりもするので、まあ、選択肢はあるんですけど、ニコン Z マウントの場合は必然的にもうこの1本になると思います。で実はですね、第三元レンズの超広角です、この14から24の F2.8S ラインの他に、小三元 F4 通し側の14スタートの 30mm の F4S ラインっていうものが実はあるんです。これのちょっとまあその弟分的な感じで、こちらも結構大人気で、価格も 2.8 は35万しますと。でも F4 通しは15万ぐらいなんですよ、実質のところ。2分の1なんですね、価格。かつ品質が悪いかっていうとそうではなくて、 S ラインなんですよ。なのでどちらも描写力は、まあ、こっちの方が圧倒的にすごいです。その四隅のところまで考えると圧倒的にこっちの方がすごい評価を得ているんですが、その15万の 1430 の F4 もかなりコストパフォーマンスが高いと評判がいいです。なので画像周辺部の解像度をもう等倍まで写して、大きく写して印刷するとか、大きく見て解像力がめっちゃ綺麗やん、うわもう最高たまらんわっていうものを目指すんであれば、2.8 の方がいいです。なので、まあ、第三元だからこそのそのちょっとの差なんですけど、そのちょっとの差をレンズによって後で取り返し効かないんで、買っちゃった後っていうのは、まあ、その大きな違い、小さいけど大きな違いっていうところにどこまでこだわるかで、1424の 2.8 か1430の F4 どっちを選ぶのかっていうのは考えてもらった方がいいです。なので焦点距離 14mm っていうものはどっちも両立というか実現してくれているので、まあ、パース効果ですよね。四隅がグイって寄ってくるパース効果であったりとか、 S ライン、ニコン Z マイの S ラインの描写力を生かした
豪快な撮影を目指す方には、まあ、ワイドターン 14mm の超広角っていうものは単焦点で今出ていない以上、ズームレンズのこういったレンズで楽しんでもらうのがいいんじゃないのかなと。なのでどういった方に向いているかはもう 14mm っていうところにシンプルに魅力を感じる方、かつ 14-30 の F4 の描写力ではなくて、せっかくなんであれば Z マウントの頂点の描写力を楽しみたいっていう方にこのレンズは、向いているかなと思います。今回はですね、Z マウントのですね 14-24mmF2.8S ラインの超広角レンズですね、 112mm のフィルターをくっつけて、まあ開封しながら特徴を話していきました。で、実際ね、このレンズを私自身もいろいろ作例なんかで使ってみてですね、またある程度使ってみてどんな感覚だったのか、印象であったりとか、まあその評価であるとか、どんな写真が撮れるのかっていうのはまたレビュー動画として上げていきたいかなと思います。今回はまずレンズ届いたよ、くっつけたよ、思ったよりちっちゃくて軽くてええ感じやでっていうところと、レンズフィルターつけれるようになってもう最高やわっていうのを伝えたかった動画になります。こんな形でね、カメラに関することとか写真に関することを毎週更新しておりますので、初めての方はぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。